なんかちょっと水飲み続けてきてる気がするけど、これはもう完全に水、はい、完全に水になりました。ただいまということでね、今日高山行くんでね、はい、よろしくお願いしますということなんですけども、まあとりあえずサイゼ行きます。まあサイゼ行きますね、ここは。はい、ちょっとあのサイゼに行かせていただきます。お邪魔しますって感じでね、まあ、夏暑いじゃん、暑いからドリンクバーを着ていきます。ドリンクバー1個ぐらい切らせれるだろう。もう水が健康なやつのおしっこみたいな感じになるのでやるんでね、あの健康なやつのおしっこみたいな感じになるのでやるんでね、何杯飲んだらドリンクバー切れるのかということでね、サイゼリアでドリンクバー切らしていきたいと。おおまま、おまま、はい、レッツゴー。俺ブドウかオレンジかな、オレンジ。じゃあオレンジを行きましょう。じゃあ軽くよ。あと、よし、はい、あ、うまっ。人が多いから40杯ぐらいでいけるよ。40杯ぐらいでいけたらいいよ。確かに、うまっ。もうオレンジ飽きた。俺ももうこんな感じ飽きた。いや前さ、俺さ、デニーズでさ、ドリンクバー何杯飲んだら追い出されるのかって。ありがとうございます。あれだいぶ前にやったんだけどさ、あの時なんで飲めたんだろうと思ったけどさ、毎回種類変えてたわ。連続はね、塩分を摂取して糖分と塩分のバランスを保っとかないと死ぬから。楽しいけど辛いっていう。辛いな。健康悪いよね。健康に悪い。うん。なんかもう若くねえんだなと思いながらやってる。あ、でも釣り濃くなった。上の方なんか、混じってないのか。あ、混ざってないってこと。うん。サイゼに来てオレンジジュース飲もうっていうメンタルにはならないと思ったし、なんかオレンジジュースではないやん、ブドウできます。いや、山ぶどうの方行くとなんかその炭酸と普通のやつがどっちもあるみたいな、多分選択肢が2つあるわけだから、ってことは飲まれる確率が高いから。濃いな味。すいません。協力者のファンの皆さんです、ありがとうございます。ありがとう。あの顔隠れてます今。かわいいね、かわいいのがいい。さっき買いました。旅行とか一緒に行けたらいいな。違うんですよね、果汁 100% ね。これこの右のなり右の、これ果汁 100% のジュース。果汁が 10% のジュース飲んでると果汁が足んないから、果汁をね。スパイスもね、味どうなんですか。あ、美味しい美味しい。あ、やっぱ割った方が美味しい。果汁 110% になったなったから、110% 100% プラス 10% で 110%。 はい、ありがとう、ありがとう。味変美味しい。ありがとう、ありがとう。
顔隠れてます今、はい、ありがとう。12杯飲んだね。12杯。あ、めちゃくちゃすごいです、ありがとうございます。はい、ありがとう、ありがとう。味美味しい。今なんか思ったんだけどさ、俺こういうのさ昔さ一人でやってきたじゃん。サイゼとの出会いはこの感じが定着したのって俺サイゼのいつものなわけじゃん、2016年のね。であれも一人で通ってたわけじゃん。俺一人で通ってきたやん。いや俺一人でのし上がってきたんじゃん昔。いや俺一人でのし上がってきたんじゃん昔。あ、じゃあ一人でやるわ。これたくさんの人とやった方が一日でやるんだったら売り切れる確率は高いわけよ。毎回さ、その毎日毎日人を集めるスタンスで行くとさ、なかなか予定とか合わないわけですよ。まあ家ないんで今、人の家に長期滞在をしながらですね、ちょっと通って毎日ドリンクバーを飲み続けるやつ。これから毎日通います。あとこの動画やってて、糖分めっちゃ取るじゃん、一日。そうするとさ、満腹とかさ、気持ち悪いの前にさ、糖分でフラフラするのよ。あんな過剰に糖分を取ると。お茶でやります。で俺さお茶嫌いなんだよ。嫌いってか飲んでこなかった。苦手なのよお茶。苦いの無理だから。一人でサイゼ通ってお茶を飲み続けるって。サイゼで毎日お茶飲んでたらいつかお茶切れるやろ。あ、通いだからどっかで切れるわけじゃん。通ってるわけだ、通ってるわけだ。イタリアンレストランで毎日お茶飲んでやるよって。ちょっとこれまた最近気づいたんだけど、俺健康良くねえなということで、誰もお茶飲まない。もうシンプルにお茶の限界は来てる俺。あ、はい、入った、来た。あ、いや、待って、結構粘ってる。よし。あ、いけ。来た。いや、しぶとい。切れます。さすがに切れます、ここで。はい、来た。来てるよ。はい、来てる。入った。勝った。はい。はい、終わった。はい、終わりました。はい、終わりました。はい。水だよ、これは。ああ、水。途中から水飲み続けてる。なんかちょっと水飲み続けてきてる気がするけど、これはもう完全に水。はい、完全に水になりました。健康なやつの食みたいな感じになるので、やるんでね。
車乗り換えますか、これ。取り返しますか。あー、わかりました。はい、すいません。イエーイ。いや、マジマジ感動やばい。どれぐらいで切れるの。スンちゃん持っちゃうかもしれない。スンちゃん持っちゃうかもしれない。スンちゃん持っちゃうかもしれない。たまたまこのタイミングで切れた。そうですね。ああ、なるほど。